皆さんこんにちは。手作り石鹸サボンデシエスタの筑芝彩子です。今日は、ちょっとゲストをお招きしてライブを配信していきたいなと思うんですが、シエスタでオリジナルの、ね、コーヒーを、この6月から、販売をさせていただいています。で今日はこの、ね、豆を作ってくださった森彦さんをゲストにライブをやっていきたいなと思っています。今森彦さんが、ね、いらしてくださるのを見ていますので、皆さん少々お待ちください。おはようございます。おはようございます。今日は、じゃあ早速ね、中村さん、はい、始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん改めて、先ほどもちょっとお話をさせていただいたんですが、今日のインスタライブはゲストをお招きして、ライブ配信したいなと思うんですが、この6月から、サボンデシエスタではオリジナルのコーヒー豆を、販売をさせていただいていて、実はこのコーヒーは、ね、今ゲストで参加してくださっている、もう北海道でもすごい人気のカフェの森彦さんにお願いをしてオリジナルブレンドを作っていただきました。で今日は、森彦さんとお話ししながら、このコーヒーがどんな味かとか、あと森彦さんでどんなお店かとか、皆さんにとおしゃべりしていきたいと思います。じゃあそうしましたら、はい、森彦の中村さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず森彦についてご紹介を。中村さん初ですもんね、インスタライブ。そうなんです。はいはい、こんな感じでこうやっていっぱい来るんだ、はい、いっぱいこう皆さんがコメントをくださるのでそう、皆さんよかったらインスタライブってコメントが気軽に入れられるので、後で最後に中村さんとコメントを振り返る時間を作りたいなと思うので、ぜひたくさんね、コメントの方を入れて、なんか皆さんもおしゃべりする感じで参加していただけたら嬉しいです。はい、はい、じゃあ改めて中村さん、森彦についてご紹介お願いします。はい、森彦の紹介。森彦は丸山のに本店があって、今年で25周年になります。あ、そうです、そこです。うん、丸山にもうすごいね、古い民家をリノベーションして、それで本当に素敵な空間を丸山でね、お店をやられているコーヒーなんですが、カフェなんですが、今、はい、北海道に何店舗お店がありますか？今、北海道に何店舗あるでしょうか？うん。14店舗です。14店舗もあります。はい。で、ね、それぞれのお店が、すごいコンセプトが、店内もそうですし、とってもあって、すごくね、素敵なんですけれども、例えば、この本店はね、こういう雰囲気なんですが、シエスタのお隣は、アトリエ森彦って言って2号店なんですが、はい、中村さん、2号店はどういうコンセプトのお店になりますか？は、うん、美術館だよね。美術館ね。うん、そう。美術館がね、テーマになってるので、いらしていただくと、ここのところに古いね、暖炉があったりとか、ちょっとこう、置き時計、この置き時計がすごくね、素敵になんですけど、本当にお一人でも、複数の人数でも、ゆっくりとね、過ごしていただけるね、空間ですよね。そうです、大好きです。はい、例えば、ロゴのところにも、必ず、コーヒー&サムシングっていう風に記載がされてるです、うん、じゃないですか。はい、サムシングっていうのはどういう風な意味が込められてるんですか？サムシングは、うん、なんか、まあ私たちが決めることではなく、うん、そのお客様がコーヒーと何かっていう風に考えてほしいなっていうのは思っています。例えばコーヒーとお菓子、うん、マリピエールのお菓子、コーヒーと料理、うんとか、まあ、宣伝みたいになっちゃうんですけど、うん、コーヒーと本だったり、うん、コーヒーと時間だったり、本当にそこで過ごしてほし、うん、過ごす人が自由に感じてほしいなっていう、うん、コーヒーと自分でもいいですし、うん、自分を見つめ直すときに森彦のコーヒーを使ってくれて、カフェを利用してくれたら森彦と自分になるのかなとも思いますし、うん、はい、
カフェってこうコーヒーを飲むだけじゃなくて、今中村さんがおっしゃってくださったように、こう自分をね見つめ直したりとか、本当になんかこうかけがえのない時間だなって、今コロナになったからこそ一回ねカフェが全部閉まっちゃった時期があって、あのそういう時には本当に一人になりたいなとか、ゆっくりしたいなっていう時間がなくて、カフェって本当に大事な場所なんだなって、あの時すごく思いました。今回、あの、森彦さんのコーヒーをお家でもね、あの、過ごしていただく時間の中に、あの、取り入れてもらえたらなと思って、もうずっと作りたいなって思っていたコーヒー豆を、あの、今回、あの、森彦さんに作っていただいたんですが、あの、すごくね、あの、飲むと本当に美味しいんですけど、改めてこう、中村さんの言葉で、今回の豆がどういう豆とか、どういう味とか、この前一緒にね、飲んだんですよね。はい。うん。で、あの、ちょっと皆さんになんか分かりやすいように、ちょっと伝えていただけたら嬉しいなと思って。はい。分かりやすいようにって言ったら、はい、多分コロンビアが入ってて、ガテマラが入ってて、これがブレンドされててって言っても分かりにくいと思うんですよね、うん、本当に飲んだ時にほっとしてコクのある味わいになっていて、ただなんか なんて言うんだろうな、あと残らないというか、悪い意味ではなく、すっきり飲み終えるんだけど、うん、飲んだ時にパーッと口の中に甘みが広がって、うん、鼻から抜けてくのが心地いいコーヒーの香りなので、本当にリラックスできるコーヒーだと思います、うん、ありがとうございます、はい、あの今回作る時にストレートでも美味しいし、うん、ミルクを入れても美味しいし、うん、あのそのままコーヒーだけ飲んでも美味しいし、なんかちょっと甘いものをね、うん、合わせても美味しいようにってものすごいいっぱいお願いをしたんですよね、はい、でも実際出来上がったコーヒーを飲んでみたら、今中村さんがおっしゃってくださったように、コーヒーのちゃんと風味とか苦味とかもあるんだけど、後味が本当に爽やかで、うん、すごい美味しいと思いました。 ありがとうございます。本当に素敵なブレンドありがとうございます。とんでもないです。はい、あの実はね、中村さん、今日中村さんプランテーションからですか？そうです、プランテーションの3階にいます、はい、うん、あのプランテーションが、森彦さんの3号店って言っていいのかな、あの、ね、古い、あのこれも工場の跡をリノベーションして作ってるお店ですよね、うんうん、そうです。うん。で、1階、2階がお店と、あと、焙煎機も置いてらっしゃいますよね。あります、あります。はい。うん。で、そこの今3階から中村さん話をしてくださってるんですが、ちょうどプランテーションのホームページに中村さんがコーヒーを入れているところが写真に載っていたので、はい。はい、ここもね、すごいね、素敵なお店なんですけど、もともと中村さんはシエスタラボのお隣のアトリエ森彦で、はい、私たちが入った時ね、お仕事をされていて、はい、で、それですごいね、あの、いっぱいお話もしたし、イベントとかもね、はい、ご一緒させていただいたり。うん、そうですね。ね、懐かしいですよね。懐かしいです。うん。で、ほんとこう、中村さんがコーヒーを落としたりとか、あとお客様とお話をしている、その雰囲気が、私たちも隣で見ていて、とっても大好きで、さっきもコメントで、中村さん元気ですかってコメントもついていたんですけど、うん、あの、すごくね、やっぱり中村さん、いや、元気です。はい、元気です。本当に中村さんが入れてくださるコーヒー、森彦のコーヒーのファンでもあるけど、中村さんのコーヒーの私たちファンでもあって、なんかそういうふうに。嬉しいです。はい、なので、こうやってね、今日ね、お話できてね、すごいね、はい、嬉しいなって思うんですけれども、うん、はい、あの、本当中村さん、コーヒーね、落とすのも本当に上手なんですけど、今回のコーヒー、飲み方で、こう、中村さん的に、こんな風に飲んだら、美味しいよ、とか、おすすめありますか？うん、おすすめ。その、さっきミルク入れても美味しいって言ってたんですけど、やっぱり、今日もかなり暑くなってるので、うん、濃いめに 20g ぐらいの豆を濃いめに 60cc ぐらい入れて、
氷を入れてカフェオレにして飲むのがおすすめですね。いいですね。牛乳でもいいですし、豆乳でもいいですし。うん、牛乳、ミルクとか豆乳はどれぐらい入れるのがおすすめですか、割合的に。半分ぐらい、もう本当に好みにはなると思うんですけど、うん、私は半々ぐらいのコーヒーの強さの方が家で入れるには好きですね。じゃあ、豆が 20g をちょっと 60cc ぐらいのお湯でちょっと濃いめに抽出して、うん、はい、でそこにグラスに氷入れてそこに入れて、はい、でミルクをプラスするっていう感じ。そうですね。でもいいですね。今日は、ね、札幌30度ね、超える暑さなので、アイス飲むときっと美味しいですよね。はい。うん。ぜひ、皆さん、やってみてください。森彦さん、ね、このブレンドでもいいし、森彦さんもすごくいろんな種類の豆があるので、ね、それでね、試していただいたり、今の飲み方気軽にできるからいいですね。そうですね。はい、ぜひ。はい。やってみたいと思います。はい。はい、で、あと、最後にね、中村さん、お仕事でもね、コーヒーをね、入れることも多いと思うんですけど、はい、こう、プライベートでもきっとね、お家でも入れられるんじゃないかなと思うんですが、こう、コーヒーをね、うん、入れる人ときって、はい、こう、さっきもサムシングっていう話があったんですけど、うん、中村さんにとってね、どういう時間ですか？コーヒーを入れるときは、うん、家では実はあんまりないぐらい、入れてもらうのを飲むんですよねっていう。あ、旦那様に、うん、そうなんです。入れてもらうコーヒーほど美味しいコーヒーはないと私は思っていて、うん、誰かのために入れてくれたコーヒー、ね、誰かのために入れるコーヒーが本当に美味しい。まあ自分で入れるのももちろんそうなんですけど、うん、その気持ちが入ってくると、うん、やっぱりコーヒーの味って飲む人も入れる人も変わると思うので、うん、なので私は入れてもらうことに家では全然入れないんですけど、うん、もう入れるとしたらでもやっぱり朝かなっていう感じですね。うんうん、朝に入れることが多いです。いやでも今すごいいい話でした。うん、なんかこう誰かのためにこう入れる、うん、それとか入れてもらうってこう、コーヒーを落とすだけじゃなくて、そこに人とのコミュニケーションがあったり、うん、嬉しいなとか、ありがとうとか、なんかそういう思いが、はい、お互いに伝えられますよね。そうですね。それはなんかもちろん家じゃなくても、そうですね、うん。だからみんな、森彦のコーヒーを好きでいてくれるっていうのは、スタッフがそういう気持ちでコーヒーを入れているから、うんなのかなっていうふうにも思います。いや、でも本当に森彦さんのお店は、本当に10いっぱい店舗があるんですけど、どこのお店に行っても、スタッフの皆さんが笑顔で、はい、で、美味しいコーヒーを入れてくれて、こう、はい、時間がね、私はもう森彦は過ごすのがとっても好きで、一人で行っても楽しいし、家族と行っても楽しいし、なんか、今の話を聞いて、その理由が分かりました。はい、ありがとうございます、中村さん。ね、でもそんな思いが込められた今回のコーヒー豆、オンラインショップ、シエサのオンラインショップの方では豆と粉を販売させていただいていて、で、直営店の方でも、はい、この状態で販売をさせていただいていますので、それこそ今のお話みたいにどなたかね、大切な方のギフトにとかにもぜひね、使っていただけたら嬉しいなと思っています。で、お隣のアトリエモディッポさんでは、6月いっぱい、コーヒーを、入れて、メニューの中に入れてくださっているので、はい、はいはい、飲むこともできるので、ぜひスタッフの皆さんたちが、こう、思いを込めて落としてくれたコーヒーも、ぜひね、飲んでいただけたらなって思います。ぜひ。今ちょっと中村さん、はい、コメントの方をね、ちょっと振り返りたいなと思うんですけれども。はい。すごい、いっぱいね、皆さんがコメントをくださっております。本店の雰囲気が大好きですっていうコメントとか、中村さん、お元気ですか？はい。中村さんの入れたコーヒーがまた飲みたいですっていうご感想とか、先ほどコーヒーの、
森彦が大切にしてくれて、大切にしていることに、コーヒー&サムシングっていうお話があったんですが、はい、それが素敵な言葉ですね、とか、うん、あと、今日コーヒー豆買いに行きますってコメントがついています。はい、お待ちしております。はい。今日プランテーションは何時までですか？プランテーションは19時までですね。うん、19時まで。19時。他のお店も今19時までですよね。そうです。ほぼ。はい。ほぼ。はい。なので、森彦さんの、インスタのアカウントとかホームページ見て営業時間ね、はい、確認して行っていただくといいかなと思います。ぜひ。あと、自分でこだわって入れても、人に入れてもらう、自分でね、すごいこだわって、たとえ入れたとしても、うん、やっぱり人に入れてもらうコーヒーの方が美味しいっていうコメントも、うん、あります。ねえ、うん。なので、皆さんぜひ、森彦さんのコーヒーとかをね、通じて、お家でもね、はい、そういうなんか、さっき中村さんが言ってくださったような楽しい時間を過ごしていただけたらなって思います。はい。ね。で、あと、明日なんですけど、今日はね、中村さんに、このオリジナルブレンドのコーヒー豆の、ちょっとご紹介をいただいたんですが、明日は、今、私、シエスタラボにいるんですが、アトリエ森彦さん、実はね、皆さん、このカメラの裏側に映したことないんですけど、アトリエ森彦さんが素敵な空間が広がっておりまして、そちらに、場所を移動して、19時半から、アトリエ森彦の店長の川筋さんと、このコーヒーのね、落とし方、実際に入れていただいて、ちょっとライブをやりたいと思っているので、それはサボンデシエサのアカウントで開催になるので、よかったらご覧になってください。はい。はい。あと、中村さん、今、森彦さんでは、父の日とかにも向けてね、いろいろ限定商品とかも出されてると思うんですが、はい。そちらちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？はい。父の日もそうなんですが、実は昨日6月10日で森彦が25歳の誕生日を迎えまして、ありがとうございます。そこで、今日コーヒー豆買いに行くって言ってコメントくださった方もそうなんですが、森のしずく、本店限定の森のしずくが今全店で販売していて、しかも25周年で 25% 増量で 50g 増量で販売しておりますので。すごい。すごい広告か。すいません。いえいえ。そうなんです。あれで、森の雫って普段は、この、丸山の本店の限定販売のコーヒー。オリジナルブレンド。うん、そうなんです。うん、それが、今日はいつまでですか？なくなり次第なんですけど、そうなんです。なので、隣の、シエスタさんの隣のアトリエ森彦でもお買い求めいただけますし、はい、で、豆も販売してるんですけど、こちらも数量限定なんですけど、うん、その森の雫のドリップパックも来店された方にプレゼントしてるので、うん、今このコロナの中で、ぜひ来てくださいとは言えないんですけど、来てくれたらとっても嬉しいし、お客様もちょっとハッピーになれると思いますので、うんぜひいらしてください、うん。すごい素敵な情報。はい。はい、ねぜひ皆さん、シエスタラボのお隣のアトリエ森彦さんとシエスタラボ、ぜひ、今日ね、お天気もいいので、お店の方はしっかり、うん、衛生対策もしているので、ぜひお立ち寄りください。はい。はい、森彦さん25周年、おめでとうございますっていっぱい。ありがとうございます。コメントがつきました。おめでとうございます。私も学生の時から、本店には通っていたので、もうあれから25年なんだと思うと、なんか、しみじみして、週末、本店に行こうかなと思ってます。ぜひ、はい。お願いします。はい。じゃあ、そうしましたら、中村さん、はい、今日はね、お忙しい中、お時間をいただいてありがとうございます。ぜひ皆さんも、森彦さんのホームページで、取り寄せもすごくいろんな豆もできますので、うん、シエスタのホームページ、森彦さんのホームページ、ご覧になってください。はい。じゃあ、また、中村さんコーヒーを飲みに行きます。中村さんの。はい。お待ちしております。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。